宮崎隆介11月2日から1971年1月23日は、大正、昭和期の編集者、弁護士、社会運動家、孫文の名優の宮崎当店の長男、母は前田加賀氏の三女、土子、勇夫婦であった家人、柳原白蓮と駆け落ちした白蓮事件で知られる、隆介とも、母と弟と、熊本県玉名郡荒尾村で、 宮崎当店、土子夫妻の長男として生まれた。父の当店は革命運動に打ち込んで家庭を帰り見ないため、お嬢様育ちであった母、土子が慣れない、石灰販売などで必死で働いて子供たちを育てた。土子は自由民権運動の当主であった前田隆の子として育ったことから、夫の当店の思想や活動にも理解があり、協力的だった。夏目漱石、 草枕のモデルとなった、前田拓の妹でもある。龍介は、弟と共に、母の実家、前田家のお自宅に預けられて八保小学校と、いくら高等小学校に通うが、そこも裕福ではなく、追い立てられるように出ることになる。母の実家の前田家は、地元随一の祖方家だったが、かかしの政治活動や、親兄弟のいさかいにより衰退し、1901年には、本家が、 小室、1904年には、かかしがなくなり、一家離散した。その後、何館の文教場に寄宿し、一人になる、時間には、図書館の本を、片っ端から、全部読み、その経験が学問の基礎を作った。当店の活動費のため、先祖伝来の田畑も売り払い、一家はさらに困窮して、郷里にいられなくなり、土子は、荒尾の家を畳んで、1905年正月に、 子供たちと共に上京し、東京府、番市町の当天宅で暮らすようになる。同年4月に、旧生育文館中学に入学。家族は一緒になったものの、相変わらず生活は苦しく、住まいを転々とするなどした。龍介は新聞配達をしたいと申し出るが、土子は学校でしっかり勉強するように言い,い、子供を働かせることはしなかった。 宮崎家に出入りする当店の名優、孫文や高校とは、子供の頃から親しみ、時にはスパイに狙われる孫文を土子が家から逃れさせ、高校生の龍介が付き添ったこともあった。1911年9月、第一高等学校に入学、ボート部でハードな練習を続けるうちに結核を発症して拡血し、一校を休学して、天地療養をしていた。 その後、証拠を保って1916年に、東京帝国大学に合格、法科大学仏法科に入学する。当初は、北海道大学農学部希望であったが、東京に残ってほしいという母の願いにより断念した。新人会、老人会の合同演説会にて、前列左から二人目が龍介、その右へ、尾崎幸雄、吉野作造東大二年の時に法学部学生で、 組織する緑会弁論部に属する。この年、父の当店を頼って日本で亡命生活を送っていた高校が死去し、その旧宅の管理を父の代理で引き受けることとなる。1918年に京都帝国大学との弁論大会の準備委員として知り合った赤松勝丸、石渡春夫と共に新人会を結成した。龍介は、 高校旧宅を新人会の合宿所として提供し、また帰還し、デモクラシーの編集に参加して、対象デモクラシーを固塞した。高校旧宅には、古門の吉野作造のみならず、香川と彦、大杉久し、森と達夫ら多くの知識人が出入りした。1920年1月。 帝国大学学生のまま吉野が主催する黎明会の機関誌であった解放の主筆となったス介は、たまたま九州出身であったことから、同志の執筆者である柳原美白連との打ち合わせのため、別府の伊東家別荘を訪れる。その後打ち合わせの中で秋子と恋仲となると、新人会では白爵霊場でブルジョア夫人である秋子との関係を裏切り行為とみなし、 1921年1月、龍介は解放編集者から解任され、4月には新人会を除名された。皮肉にも高校休宅の提供など、宮崎家の支援を受けていた新人会は龍介の除名によって、それを失って衰退への道を歩むことになる。その後、白蓮事件を経て秋子と夫婦となる。この最中の1920年末に大学を、 卒業した龍介は弁護士となり、中央法律相談所に属して、片山明や星島二郎の訓導を受けていたが、再び確決して、自宅療養の身となった。秋子は、献身的な介護を行い、龍介が動けなかった3年間は、秋子の分泌業で家計を支えた。以後修正秋子は、夫の良き理解者となり一難かずめを設けている。一行、以来3度の確血と療養。 復帰を繰り返したが、18年に及んだ結核は1931年頃に、ようやく完治している。復帰後、龍介は1926年に、吉野、安倍伊藤ともに独立労働協会を結成、続いて、社会民衆党中央委員となる。1927年に、松岡駒吉と共に、中国を訪れて、紹介席と会談し、社会民衆党と、 中国国民党との連携を図った。1928年の第16回衆議院議員総選挙に社会民衆党から東京府第4区で出馬し、秋子も選挙事務所で和歌の短冊を売って資金集めに協力するなどしたが、結核の再発によって倒れ落選。翌年の同党分裂では除名されて支持派とともに全国民衆党を結成する。その後、 無産政党の大行動によって、全国大衆党全国労働大衆党社会、大衆党となり、中央委員や青年、選挙部長などを歴任した。だが、1933年には、同党と距離を置いて、同じアジア主義者の中野正吾を率いる、東方会に転じる。百三十七年七月十四日午前十一時日本優先、このマロ首相の密として、 小解析との和平協議のために中国を訪問しようとするが、これに反対する陸軍は憲兵隊を用いて神戸港での乗船間際に乗船名簿には高田一蔵とあるのに対し、大型トランクには RM とのイニシャルがあったことから宮崎隆介を検挙した。この経緯については諸説があり、詳細は不明のままで後に、 東方会東京フレン会長を務め南進論によるアジア解放を進める南方会を結成して会長となる。これが後に大東亜戦争に賛同したとする根拠とされた。戦争で秋子との間に生まれた長男の香りが、早稲田大学生経営学部在学中に学徒出陣し、終戦の4日前に所属していた陸軍、串木の市の基地に爆撃を受けて戦死している。竜介は、 本籍地の荒尾に香りの遺骨を受け取りに行った。龍介は戦後、日本社会党の結成に参加して中央委員となるが、間もなく離党、戦時中の行動を理由として公職追放となった。1954年には憲法擁護国民連合の結成に参加して常任委員となり、1967年には代表委員に選ばれ、 また1956年には、孫文の活動を検証する日本中3会を結成するなど、一貫して、五憲運動や日中友好協会の常任理事となって中国との関係改善に努めた。宮崎東天全州の観光準備中であった1971年1月23日、龍介は、心近梗塞により78歳で没した。墓は、 神奈川県相模原市緑区の県境寺にある。方号は、石老院大観流光子寺。宮崎家は、長女の吹き塔が継ぎ、当店前週も娘夫婦によって完成された。宮崎工作も、参照1937年7月7日に起きた旅行橋事件で、日中関係が緊迫していた7月19日、龍介は、父当店と同じく、孫文の名優であった。 秋山帝介から電話で呼び出される。マリ町の秋山の自宅で迎え合うと、すぐに南京に行って、小介石を連れて来いと命令される。何のためにかとうと、秋山は、分かりきっているじゃないか。日本下道の残悔だ。これを、将君に聞いてもらうんだ。将君は聞く耳を持っているはずだと述べた。秋山は、この絵踏み丸首相から、中国との和平工作の特使として、 当店の長男である竜介を派遣するよう依頼されていた。竜介は、抗日軍総司令の小介石を敵国に連れてくるなど、とても無理だと断ると、王朝名ではどうだと迫られ、早速に向かうよう席立てられる。目的を果たせるかどうかの判断もつかないまま、龍介は中華民国大使館に、小介石への問い合わせを依頼する。 南京の紹介席からいつでも面会に応じることと、上海まで迎えを出すという返礼があり、神戸港から上海への帰船、長崎丸を手配した。23日午後8時、東京駅を避けて、新橋駅から二等寝台で出発し、切符の名前は高田隆介という返名にした。途中で秋山から電報が入り、京都で下車して電話で連絡を取ると、今朝閣議前に、 陸軍大臣、杉山本が、このエコーのところへ行くことになっている。何か問題が起こるかもしれんから、そのつもりで気をつけておけよという忠告であった。竜介は、持っていた印鑑を航空便で、東京へ送り、メモや手帳を引き裂いて処分し、出港15分前に、長崎丸に乗船した。船室に入った後、サロンに出るとそこで、 失礼ですが、あなたは、宮崎さんですねと憲兵隊に肩を叩かれ、下船するよう告げられる。上海と打ち合わせていることを言い返すも荷物はすでに、降ろされていた。龍介の上海行きは海軍によって電報が傍受、されており、これを知った陸軍強硬派が憲兵を動かして、龍介を拘束したのである。龍介は、憲兵分隊で待たされた後、県庁に知り合いはいないかと尋ねられる。 神戸で憲兵に捕まったことを知った、この絵踏みまろが憲兵から司法省に引き取らせようと考え、塩の法省馬場内省兵庫県知事の流れで身柄の引き取りを命じていたという。そうとは知らない龍介は憲兵隊に居座り、31日の午後になって、本部から来た私服の総長に簡単な供述調書を取られる。内容は、この絵工の依頼を受けて、 南京へ行こうとしたのは誤りであったという総長の作文で、龍介は署名だけして母音は押さなかった。翌日東京へ送還され、憲兵本部で始末書を提示される。内容は、前日の供述書と同じく、このエコーの指摘依頼を公的な依頼だと思ったのは、誤解であったという要領を得ないものであり、これに署名な印すれば、すぐ釈放することになっていると告げられる。 そうして本部から釈放されると、妻の秋子とその友人が迎えに来ていた。龍介宅は憲兵に捕まって、すぐ家宅捜索を受けていた。秋山は3日間憲兵隊本部に監禁され、厳重な家宅捜索を受けた。こうして龍介が、一役になるはずだった、日中全面戦争回避の和平工作は幻に終わった。1930年、秋子、吹き、とう、龍介、 香里白蓮事件から46年後の1967年、添い遂げた秋子を見送った龍介は、文芸春秋に、回顧録、柳原白蓮との半世紀を寄せた。その中で、事件当時の決意の背景には、虐げられて苦しむ者を救うという政治運動、社会主義革命といった時代の雰囲気の影響があったと述べている。そして、秋子について、以下のように締めくくった。 私のところへ来てどれだけ私が幸福にしてやれたか、それほど自信があるわけではありませんが、少なくとも私は、伊藤や柳原の人々よりは、秋子の個性を理解し、延長してやることができたと思っています。波乱に、飛んだ風雪の前半生をくぐり抜けて、最後は、私のところに、心安らかな場所を見つけたのだ、と思っています。宮崎隆介、柳原白蓮との半世紀、 文芸春秋昭和42年6月号創刊45周年記念号。ありがとうございます。